ンネル。はい、鴨本です。中山みのりです。じゃあ今回のゲスト、こちらの方どうぞ。あ、どうもどうもどうも、こんにちは。あの DMM の熊谷と申します。はい、なんか違和感がありますね。違和感しかない。そうっすよね。どうしたんですか。なんか今回僕がゲストらしいです、はい、意味がわからないですけども。楽しみですね。はい、ということで、はい、人事ですね。はい、来ましたね、うん、人事っていう仕事について、はい、教えてもらいましょう。はい、ざっくり分けると人事ってまあ大きく3つの仕事に分けられまして、まあ、1つ目がまず採用ですね。で、2つ目がまあ育成教育で、3つ目が労務ってやつでして、多分学生さんは基本的にこの、まあ、採用は多分結構イメージあると思うんですよ。で、まあ、研修教育もそこそこイメージあると思うんですけど、多分労務はあんまりこう認識している人いないと思ってまして、まあ、ここは今回そんなに触れないんですけど、まあ、簡単に言うと給与計算したりとか労働時間の管理したりとかっていう、バイトだったのタイムカードとかあったじゃないですか。あれをこう集計して誰が何分働いてるとかっていうような感じのこととか、あと社会保険がどうとかっていうのが労務ですね。で、ここはまあ一旦置いといて、で、当社の場合ですとこの、まあ、人事全体のところの管轄してるのは私で、最近ちょっとスケジュール合わなくてあんまり出てないあの川上さんですね。川上さんはまあ採用も出てくるんですけど、川上は研修教育のところの責任者っていう形なので、内定者だったりとか社内の若手の育成教育なんかをしているという感じでございます。はい、なるほど。はい、で、多分採用も表面上は面接に出て説明会に出てとかイベントに出てとかっていう感じだと思うんですけど、まあ、やっぱその裏側の管理とか、まあ、いろんなこう進捗管理とか、まあ、数字を見たりとかっていうのも結構多いですかね。確かにどこにどういう人員を配置したいっていうところから逆算して面接とかあったりとかスケジュール組むわけですもんね。はい、そうですね。一般的には、うん、まあ、会社なんで当然その経営計画事業計画があって、こういった事業部だったりこういった、まあ、プロジェクトにどういう人が何人必要ってなって、それに対してまあその成長スピードとか役職にどれぐらいつくかっていうのを逆算していって、じゃあ今年はどういうタイプの新卒が何人必要かなみたいなところから採用の目標が決まって、それに対して採用計画が立てられていくと、うん、そんな流れだと思います。なるほど。はい、やっぱ学生からすると面接している人が人事っていうイメージありますけど、はい、この面接っていうのは本当採用戦略の最後の現場っていうイメージですよね。そうですね。もちろん人事が出てくるところもあると思いますけど、当社の場合ですと採用、まあ、面接をする権限を持っている人間が多分今40人ぐらいいるんですけど、そのうち人事部所属の人は5、6人しかいないので、はい、他は大体こう実際に事業部で働いている人ですかね。うん、僕が思ってた以上に、はい、会社って、まあ、人が重要っすね。急にどうされたんですか。何かありました。なんかそのいろんななんか戦略とかあるけど、全部、はい、なんか人が考え人が動き、はい、一番高い買い物って人だから、そうですね、もちろんビジネスモデルにもよるんですけど、はい、あのまあ、それこそ DMM さんみたいに、はい、どちらかというと営業が重要な会社だったりすると、はい、営業マンって人によって全く売り上げ変わるじゃないですか。めちゃめちゃ変わりますね。ってなると、はい、次100万しか売らないやつと次1000万売るやつだと利益が全然違うわけですね。全然違います。ってことは次100万のやつを10人雇うぐらいだったら、次1000万のやつ2人で雇ったらそれの方が会社が伸びるわけじゃないですか。はい、そこってもう仕入れのところだから、うん、あの人事の本当腕にかなりかかってますよね。そうですね。めちゃくちゃ重要ですね、採用って、はい、会社の未来の、うん、鍵。そうですね。これ僕も部署のメンバーにすごく常に言ってるんですけど、確かにやっぱその直接的に利益稼いでくるとか売上稼いでくる部署じゃないので、そういった点ですとなかなか評価されにくいんですけど、経営資源の人物金ってあった時に、もう極論お金はいろんな事業で稼げるじゃないですか。だから人採用してこれるのって人事だけなんで、もう自分たちがこけると会社全体こけるみたいな、それぐらいの危機意識持ってやっぱ仕事しなきゃいけなくて、はい、あとある意味最強の営業っていうのもありますけどね。お金出してもらうじゃないですか、うん、営業だと、うん、まあ、いい商品価値あるものを提供して、うん、それに対してお金をいただくと思うんですけど、もう人事ってある意味人生かけてもらうんで、うん、お金より重いものを、特に新卒だとファーストキャリア、うん、人生の一番最初のこうどこに切符切るかっていうのを選んでもらわなきゃいけないので、そういった面ではこうプレッシャーもそうですし、やりがいもそうですし、結構ヘビーな仕事を充実感を持ってやらせてもらってるなっていうのはすごくありがたいですけどね。はい、マジ営業っすよね。マジ営業ですね。はい、これがまたむずいのが、はい、
とにかくうちに来てくれって言いすぎると、え、なんかこの会社人に困ってんのかなって思われちゃうと、はい、だから、うん、別に来たいなら来れば、別に他にあのもっとすげえやついっぱいいるけどみたいな君来たら滑り込みセーフだよみたいなぐらいの方が、学生がずっとマジでじゃあ行きたいってなる学生もいたりするから。そうですね、引きの営業というか、まあ、そうですね、短期か長期か難しいですよね、うん、確かにその安売り感で過ぎると、中長期的に見ると採用ブランドが落ちていくだけですし、うん、かといってなんかこう突き放しすぎるとチヤホヤしてくれる会社に行きますみたいな、うん、ここはね本当に難しいですよね、究極の営業数まさに、はい、うん、プッシュプッシュではどうにもなんですからね、うん、ロームのところ、はい、意外とあの実は僕の父が、はい、要は給料を決める仕事をしていて、ポロッと言ってたのは、はい、やっぱこう社内で良くも悪くもこう孤立するって言ってましたね。あ、だからその人の評価が結構自分の給料に反映するってなっちゃうと、はいはい、なんかなんていうんですかね、人事部だけがちょっとこう孤立するというか、はい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 、第三者みたいな、そうそうそう、うんうんうん、僕も会社員だったら人事で自分の給料を決める人とは飲みに逆に行きたくないですもんね、あ、そうなんですね、逆になんか行けそうだったら行きたいけど、はい、変になんか、ね、限定されたくないしとか、はいはいはい、そういうのはあるんです、うん、うちの場合は結構人事評価の点数は人事の意向関係なく機械的に決まるような仕組みになってるんで、うん、まあ、そのどっちかというと上長ですね、上長がこの人に対して何をしてほしいかとか、うん、このクォーターこの四半期で何を期待してるかみたいなところを作って、今クォーターこれで君を評価するからねっていうのをクォーター始まりに示して、で実際にそれに対してじゃあこの項目は何点の出来、この項目は何点の出来っていうのを当てはめていくと、まあ、それでもう計算されて人事評価が出るようになっているので、別に僕ら人事部の顔色を伺ったところで人事評価の点数変わらないし、給料があるわけじゃないしっていうふうになってるんで、孤立はしていないと信じてます。だからそれがいいですよね、うん、だからでもその業種的になんか、はい、要は定量化しやすいっていうビジネスモデルもあったりするじゃないですか、はい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 、でなんかメーカーとか、そうですね、あんま数字に直結しない会社とかの給料決めは結構むずいんじゃないかなって思います、ね、そうですね、うん、実際当社のもやっぱりエンジニアとか、うん、そういう売上利益とか自分の案件だけとかで測れないポジションの人を、うん、まあ、どう評価するかっていうのはもう常々こうやっぱ考えないといけないんで、うん、難しいですけど、やっぱ機械的に決まるのが一番とやっぱ言われますけどね、うん、なんかその誰かしらに依存度が高い人事評価になると、なんか社内営業した者勝ちみたいになって、うん、純粋にその仕事の実力能力が高い人が評価されずに、うん、なんかこう余計なことしてる人の方が評価高いみたいなのって萎えるじゃないですか、萎えますね、評価する側も萎えますね、そうですよね、うん、なので健全に会社にしっかり貢献してくれてる人がいかに萎えないかっていうのが人事評価テーマなんで、うんうん、そこはかなり重要視はしてます、ね、うん、あと育成のところはどうですか。育成のところですね、まあ、これは本当にスクラップ&ビルドなんで難しいですけど、結局のところなんか組織自体がどんどん変化してるんですよね、うん、昔は僕入った時30人とかの会社で、多分川上入った時も50人とかで、うん、今だともうグループ合計600近くとかになってるんで、うん、まあ、それは30人の会社に入ってくる人と今入ってくる人って考え方も違えば、任せる仕事の流度だったりとかもやっぱり変わってきてますし、うん、2、3年前まで効果あったらみたいな研修があんまり効果ないなってふうになってたりとか、逆に最近やってなかったけど昔のこれやったらなんかみんなやる気出たなみたいなあったりするんで、これはですね、もう現状把握をし続けるしかないので、そこは今川上かなり頑張ってくれてまして、はい、もう日々日々面談して状況を把握して、こういう課題があるのでこういうのやりましょうとか、各事業部からそれを吸い上げて、まあ研修のプラン作ったりとか、答えはないですね研修は、はい、あの育成とか採用とかってめちゃくちゃ重要なんですけど、はい、その僕みたいな零細企業だと、はい、めちゃくちゃ優秀な人をそこに当てちゃったら、単純にその人の営業利益分がもったいないと思っちゃうんですよ、はいはいはい、だから月にこの人が営業とか、はい、あの実務だったりとか、要は数字に直結する仕事をしてくれれば、うん、その人一人当たりに例えば1000万円の営業利益が出るっていう状況なんだけど、はい、育成担当にするのをなんかしょぼいやつ当てちゃうと、うん、そいつを見て育つからしょぼいやつしか嫌がらない。そうなんですよね、ここの兼ね合いが難しいんですよ、はい、今年の5月に川上が人事に来るかどうかを決めるときもその議論はありました、うん、あ、営業とかさせておいた方が、そうです、彼もやっぱりかなり売り上げは作ってた方の人間なので、うん、あ、
あと、ね、人事部のなんかそのなんていうんでしょう、こう、まあ、年次が高すぎないかみたいな、うん、いい意味で、うん、要は戦力寄せすぎじゃないかみたいな、ああなるほどなるほど、はありましたね。だから採用に対してどんぐらい力を入れてるかって結構企業のカラーが出るから、そうですね、意外とあのヘボいやつばっか寄せてる会社もあるし、うん、あの本当に花形にしてる会社もあるし、はい、そこ分かれますよね。そうですね、うん、結構そこの見方も言ったら社員とか一人の人材のなんか LTV みたいなところ見てて、要は採用に労力コストかけても結局あんまり人は育たないし残んないからっていう会社はあんまりその要は採用にメインポジション置かなかったりとか。なるほど、はい、業態にもよるかもしれないですね。そうですね、本当投資対効果で結構みんな見てますね。だからまあ文系営業職みたいな会社は人に依存度が高いからこそ仕入れに力を入れるし、まあメーカーとか商品開発がしっかりしてれば誰が売ってもまあ売れるよねとか、ルート営業だけしてるだけでいいよねっていう、まあ事業だったらもしかしたら採用そんな事業じゃないみたいな、そうですね、うん、まあ、そういうのがあるかもしれないですね。そうですね、はいはい、っていうのが人事の仕事と、はい、はい、そうです。じゃあそんな感じですかね、はい、じゃあ本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。